これより本日の会議を開きます。日程第一、議案第1号ないし第19号、報告第1号ないし第4号及び決算認定についてを一括議題とし、これより質疑並びに一般質問を行います。順次発言を許します。通告順により佐野明君。皆さんおはようございます。4月の改選後 初の登壇をさせていただきました。選んでいただいた市民、そしてまた今日は傍聴していただいている市民に、および支持者の皆様に感謝申し上げます。それでは、まず最初に防災対策についてお伺いをいたします。防災対策の一つ目は、大規模災害時における県及び市町村と自衛隊との連携の強化についてであります。東日本大震災の被害が甚大だった東北3県で、自衛隊は10万人を超えるかつてない規模で災害対応に当たりました。もちろん消防や警察、ボランティアなども最大規模の活動が行われたところですが、国内最大組織されたマンパワーと航空機、艦船、車両などの大規模な機動力を持つ自衛隊の活動を抜きにしては、今回の震災対応は語れません。また9月に入って相次いで日本列島に襲来した台風12号、台風15号でも自衛隊は被災者の捜索や救助のため出動しております。過酷な状況で困難な活動に当たられた隊員皆様のご労苦に心から敬意を表する次第です。東日本大震災では本県でも被災地域への物資の運搬や補給のため自衛隊の災害派遣が行われましたが、県の地域防災計画で想定している東京湾北部地震などが発生した場合は、さらに大規模な派遣を要請することとなると思います。県内には今回の震災で本県への派遣、災害派遣を担当した千葉市若葉区陸上自衛隊下志津駐屯地の校舎学校や習志野の陸上自衛隊第一空挺団をはじめ、多数のヘリコプターを有する木更津陸上自衛隊第一ヘリコプター団や立山の海上自衛隊第21航空軍など、陸海空合わせ7000名以上の自衛隊員が配置をされており、大変心強いところでございます。しかしながら自衛隊の災害活動が円滑に行われるためには、地域の災害対応の中心となる県及び市町村が自衛隊としっかりと連携を図っていくことが必要です。平素から自衛隊の活動拠点や連絡体制を整備するとともに、防災訓練などを合同で実施していくことが重要と考えます。そこで伺います。大規模災害時における自衛隊の災害派遣活動が円滑に行われるよう、県及び市町村と自衛隊との連携を一層推進すべきと考えるがどうか。防災対策の二つ目は、帰宅困難者対策についてであります。東日本大震災により千葉市では約5000人、県全体で11万7000人の帰宅困難者が発生したと聞いております。多くの方々が列車の運行が再開されるまで市町村の避難所や学校、企業などに宿泊したほか、コンビニエンスストアなどにおいても飲料水などの
提供を受けながら何時間もかけて徒歩で帰宅をせざるを得ませんでした。首都圏直下型地震でが発生した場合に多くの通勤通学者が一斉に帰宅すれば道路や駅周辺では大混乱が発生する恐れがある上、帰宅途中でビルの倒壊や火災などで怪我をする可能性もあります。安全に帰宅するためには県や市町村による支援体制づくりも必要ですが、自分の身は自分で守るという自助の観点からの取り組みが重要です。とりわけ安全が確認されるまで企業の従業員や児童生徒が職場等に泊まることができるよう、企業等が食料や毛布などを備蓄しておくなどの取り組みが不可欠だと考えます。そこでお伺いをいたします。県では帰宅困難者に対策に関する企業等の自助の取り組みについてどう考えているのか、防災対策の3つ目は高潮津波対策についてであります。去る3月11日に発生した東日本大震災に伴う津波により本県においても旭市では通常より6メートルほどの水位が確認されるなど、外防地域において大きな被害が発生したことは記憶に新しいところでございます。幸いにして東京湾沿岸については大きな被害ということはございませんでしたが、私の地元千葉市においても午後5時10分に襲来をした第一波では127センチメートル、6時20分に襲来した第二波では187センチメートル、7時20分に襲来をした第三波では91センチメートルの水位の上昇がありました。聞くところによれば現在津波に対する防災対策の見直しが進められているとのことですが、東京湾内は津波よりも高潮による潮位の上昇の方が高いと見込まれていることから、これまでその対策として水門防潮堤等の整備が進められているところでございます。今回津波についてこの想定されていた高さを超えるものではなかったと伺いましたが、水門についてはきちっと閉鎖されるで初めてその機能が発揮されるわけです。先月18日読売新聞の一面に国や東京都が管理する水門等の一部について閉鎖が間に合わなかったとの記事が出ておりました。そこでお伺いをいたします。中央区にある背後に低い土地を抱える寒川水門など中央区には4つの水門について3月11日の津波に対して閉鎖が間に合わなかったと聞いているがどうか、今後これらの地区住民が不安を感じることがないように対策を取っていただきたいと思うがお伺いをいたします。次に県有地の再構築について千葉県がんセンターについてお伺いをいたします。千葉県がんセンターは都道府県がん診療連携拠点病院に指定されており、地域がん診療連携拠点病院等と連携しつつ県内のどこに住んでいても質の高いがん治療を受けることができるよう本県におけるがん治療の中心的な役割を担っています。また今後高齢化の進展とこれに伴うがん患者数の増加が見込まれることから、県がんセンターの担う機能役割はより一層充実が求められるものと考えられます。しかしながら県がんセンターは開設から
39年が経過し、外来部門等の建築の老朽化と狭隘化が進み、さらに一部建物の耐震強度不足など施設面では様々な課題を抱えていると聞いております。これらの状況の中で県立がんセンターの施設整備は喫緊の課題となっていますが、将来的な県がんセンターの在り方を考えるとき、私はいくつかの課題があると考えます。まず病床数についてです。近県の県立がんセンターの状況を見ますと、神奈川県は415床、静岡県は615床となっており、埼玉県は建設中の新病院への移行に伴い400床から500床へ増床を予定をしております。県がんセンターは今341床ですから、これらと比較すると病床数が少ない状況にあります。また県がんセンターの診療機能はおおむねがん診療に特化しておりますが、他の都道府県がん診療拠点病院の中には、例えば大阪府立成人病センターや滋賀県立成人病センターのように、がん以外の診療機能を充実させているところがございます。これは成人病対策、その中で糖尿病、そしてまた高血圧、そういった中の合わせた合併症の内容でございます。がんセンターの施設整備をする中で今回お伺いをさせていただきます。まずがんセンターの施設整備を今後どのように進めていくのか。がんセンターの施設整備にあたっては、より診療機能を強化する方向で取り組むべきと考えるがどうか。さて、県立がんセンターの整備充実を図るためには一定の用地も当然必要なものと考えております。そこで現在がんセンターに隣接をしている県立県衛生研究所の移転建て替えについてお伺いをいたします。県衛生研究所は県民の健康を脅かす新型インフルエンザをはじめとする感染症や食中毒の健康危機事案の発生に保健所等と連携し、原因の究明や被害拡大防止をするなど重要な役割を担っています。現在の県衛生研究所は施設の老朽化や耐震性の問題について以前から指摘をされており、県としても早急に対応しなければならない喫緊の課題とのことから、昨年県衛生研究所の建て替えを検討する方針を打ち出したと聞いております。私は先ほど申し上げた県がんセンターの将来の充実のためには、合築の計画のあった県衛生研究所の建て替え用地の活用が大変重要と考えており、移転新築することが妥当と考えます。さらに移転先としては現在休館となっており、移転等の検討が進められている千葉県中央防災センターの場所が最も適しているのではないかと考えております。そこでお伺いをいたします。衛生研究所を千葉県中央防災センターのある場所に建て替えをすべきと考えるかどうか。2点目、消防学校及び千葉県防災センターの今後についてどのように考えているのか。空港問題についてお尋ねをいたします。
昨年10月の羽田空港再拡張後、私たち千葉県民は初めての夏を迎えました。今年の夏は昨年ほどではないまでも大変蒸し暑い夏でございました。そして私たち千葉市民にとり、とりわけ中央区民は羽田空港に着陸する飛行機の騒音に一日中大いに悩まされました夏でございます。昨日の読売新聞、5月の毎日新聞に報道がありました。大変、マスコミの等も多く取り上げておりますけれども、私のところにも航空機騒音に悩まされた多くの人から声が寄せられたところでございます。県にも多くの苦情が寄せられたのではないかと思います。春から夏にかけ、南風が吹くことで羽田空港に着陸をする航空機は、千葉市、とりわけ中央区上空を集中的に、そして低空で飛行するようになっております。秋風が吹き始める頃で、最近は千葉市上空を飛行する回数は減ってきましたが、このままでは来年の春以降、南風が吹き始めたと同時に、千葉市民は航空機騒音の集中砲火を浴びることになります。私は常々この議場において質問をさせていただきましたけれども、今、空を見ますと、一定範囲の中で日本の侵入に向かい一定方向で着陸態勢の飛行機がいつも目にをします。そしてそれは再拡張前であれば内部から内陸部の中で多少分散をした形で飛行機が飛んでおりましたけれども、ほぼ大体一直線で羽田空港に向かって着陸をしております。これは今までと違った形の中の侵入路でございます。このままでは千葉市民、とりわけ着陸ルートが集中しておる千葉中央区民は未来永劫航空機騒音にさらされてしまうことと言わざるを得ません。私も国内の機関空港として羽田空港が多くの飛行機を発着させなければならないことは理解しているつもりでございます。何も全部飛ぶなとは言っておりません。しかしながら羽田空港の航空機騒音は千葉市民にとって非常に重要な問題です。私の質問で、今年2月の県議会で知事答弁の中で、県も国に対し、すでに改善の申し入れをしていることは承知しておりますが、ならばなおのこと、国は県の改善要請に真摯に受け止め、早急に具体的な騒音軽減策を講じるべきです。今後、年間40万7千回が再来年の3月に発着をします。さらなる増便が予定されている中から、まずこのままずるずると現状を通認していくことは絶対に避けなければなりません。そこでお伺いをいたします。羽田空港を利用する航空機の騒音について、千葉市内における騒音測定結果と浮上の発生状況はどうか。次に国道357号線湾岸千葉地区改良についてお伺いいたします。これは千葉市役所の前でございます。東京湾岸部は主要都市や重要港湾、大規模集客施設などが都市機能が集積する地域であり、この地域を連絡する国道357号は産業、生活面において不可欠な幹線道路であり、千葉市内の国道357号周辺は大規模マンションが立地し、商業施設や物流拠点が多く進出しております。朝夕の中心に著しい渋滞が発生をしており、早急な交通の円滑化が必要であります。現在、
国道357号線の千葉市区間では、国土交通省が重大対策として、千葉西警察署入り口から千葉市役所に至る 5.6km において、交差点の地下立体化や交差点改良工事などを進めています。こうした中、東日本大震災が発生をし、東北地方から関東地方にかけて広範囲に未曾有の被害をもたらしました。本県の湾岸部等では液状化現象に見舞われ、道路や上下水道、ガス等のライフラインが大きな被害を受けました。今般の大震災を受け、安全で安心な災害に強い道路ネットワーク作りが極めて重要であることを再確認したところです。そこで、湾岸部の道路網を強化し、渋滞緩和や震災時の代替路を確保する観点からも、国道357号湾岸千葉地区改良の整備を促進することにより、人と物の動きが活発化され、千葉市を含む湾岸部の経済活動の活性化や安全で安心して暮らせる地域づくりにつながるものと大きな期待を寄せているところでございます。そこでお伺いいたします。国道357号湾岸千葉市改良の進捗状況及び今後の見通しはどうなっているか。先ほどお話をした千葉中央区でクロスをしているこの写真がこの場所でございます。これはどなたが見てもこれだけの本数を増やす中ではちょっとこれは無理を生じているかなと。勝浦の方から来た便がこちら、これが約5000フィートで千葉市上空、そしてまた北海道から来た便がこちらから来て蘇我の方から羽田の方に向かうと。T さん一応こういうことです。じゃあそういった中で、質問させていただきました。答弁の方よろしくお願いをいたします。それで1回目の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。佐野明君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事森田健作君。おはようございます。自民党の佐野明議員のご質問にお答えします。また今日は会場いっぱい支援者の皆さんようこそ。防災対策についてお答えいたします。大規模災害時における自衛隊の災害派遣活動が円滑に行われるよう、県及び市町村と自衛隊と連携を一層推進すべきと考えるかどうかとのご質問でございます。県では旧都県市合同防災訓練や図上訓練等の各種訓練を自衛隊の参加を得て実施しているほか、市町村に対しても自衛隊参加のもと防災訓練を実施するよう働きかけております。また私をはじめとする県幹部と県内自衛隊の陸海空トップの司令官で構成する県自衛隊幹部連絡会議や市町村と自衛隊との意見交換会の場で災害時における連絡体制や応急対策の手順等について確認し合っていることにより、日頃から県及び市町村と自衛隊との連絡を図っているところでございます。これらの取り組みにより今回の震災対応では県からの緊急要請により即座に海上自衛隊の水運搬船が出動し、浦安において水の提供が行われるなど、自衛隊による給水支援や食料毛布等の支援物資の搬送が円滑に行われたところでございます。今後とも県及び市町村と自衛隊と連携を一層推進してまいりたいと考えております。
県では帰宅困難者対策に関する企業との事情の取り組みについてどう考えているかとのご質問でございます。災害時に駅や道路などで混乱の発生を防止し、帰宅困難者の安全な帰宅を図るためには県市町村による帰宅支援だけでなく、企業などにおいて食料や毛布を備蓄することや、むやみに移動を開始しないという災害時の心構えの周知などの事情の取り組みを平時から実施することが重要であると、そのように考えております。県といたしましては、今後県や市町村、企業、経済団体などで構成する千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会を通じ、企業等に対し事業の取り組みを推進するようさらに強く働きかけるとともに、県民代理をはじめ電車内のポスターの掲示やパンフレットの配布などにより広報啓発に積極的に取り組んでまいります。私から以上でございます。ただ問題につきましては担当部局長からお答えをいたします。総合企画部長高橋渉君。私からは羽田空港を利用する航空機の騒音について、千葉市内における騒音測定結果と苦情の発生状況はどうなっているのかとのご質問にお答えいたします。羽田空港を利用する航空機の千葉市内における騒音発生状況は、国、県、千葉市により8カ所で測定が実施されております。南風好転時に着陸機が最も集中する交差地域では、千葉市が松ヶ丘公民館で常時騒音測定を実施しており、7月は騒音発生回数が約7000回、うるささ指数は 62.1W となっております。また昨年10月21日の D 滑走路供用以降、8月までの間、県及び関係市町に寄せられた苦情件数は県内全域で520件、そのうちの4割を超える227件が千葉市民から寄せられております。以上でございます。健康福祉部長川島貞夫君。私からは、県有施設の再構築関連4問のうち1問についてお答えいたします。衛生研究所を中央防災センターのある場所に建て替えるべきとの考えるがどうかとのご質問でございますが、衛生研究所は建設から37年が経過し、老朽化の進行と耐震性にも課題がある状況に加え、衛生研究所の機能の一部が新名庁舎に分かれていることから、統合を踏まえた施設の建て替えを検討しているところでございます。中央防災センターがある場所は衛生研究所に隣接していることから、移設建て替えの適地と考えており、同センターの場所での衛生研究所の建て替えを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。県土整備部長小池幸男君。私からは高潮津波対策につきましてお答えさせていただきます。まずは中央区の寒川水門など4水門について3月11日の津波に対して閉鎖が間に合わなかったと聞いているがどうかとのご質問でございますが、3月11日の津波に対しましては電話回線が混雑し、水門の操作を委託している千葉市と連絡が取りにくい状態であったこと、また水門閉鎖に向かった操作担当者が交通渋滞に巻き込まれ到着までに時間を要したことにより、これらの水門の閉鎖が間に合わなかったということを確認しております。また今後これらの地区の住民が不安を感じることがないように対策を取ってもらいたいと考えるがどうかとのご質問でございますが、今回の事態は情報伝達の遅れや
交通渋滞に巻き込まれたことが原因と考えております。このため津波警報が発令された場合には水門が確実に閉鎖されるよう捜査委託者への情報伝達の徹底強化を図るとともに、万が一の場合は現地までの交通手段を考慮した上で県の職員が直接水門操作を行うこととしました。また今後は地盤の低い背後地を抱える寒川水門などにつきまして遠隔操作による方法など確実に水門を閉鎖できるそのような体制の確保に向けて取り組んでまいりたい、このように考えております。次に国道357号湾岸千葉地区改良の進捗状況及び今後の見通しはどうかとのご質問でございますが、国道357号湾岸千葉地区の改良につきましては千葉西警察署入口交差点から千葉市役所前交差点に至る延長 5.6km 区間において交通渋滞の緩和や沿道環境の改善を図るため国により平成17年度から工事が進められております。今年度は信戸交差点から千葉市役所前交差点までの延長 1km の区間の地下立体化工事を進めるとともに残る千葉西警察署入り口交差点までの延長 4.6km 区間の車線増設工事などを実施しているところでございます。国からは平成26年頃の完成予定と聞いておりますが、県といたしましても東京湾岸地域の交通円滑化に向け当該事業ができるだけ早期に完成が図られるよう千葉市とともに国に働きかけてまいりたいと考えております。以上でございます。防災危機管理官、岩立和彦君。私からは、県有施設の再構築関係4問のうち1問についてお答えいたします。消防学校及び中央防災センターの今後についてはどのように考えているのかとのご質問です。消防学校は建設して約40年が経過し、施設が老朽化しているとともに、必要とされる訓練施設が不足している状況にあります。また、中央防災センターは、展示施設の老朽化、陳腐化により、平成16年度から休館しており、備蓄倉庫のみ使用しています。このため、消防学校と防災センターの在り方については、総合防災拠点の在り方検討会を設置し、教育訓練機能、防災教育機能、防災拠点機能を有する総合防災拠点の観点から、設置場所の諸条件も含め総合的に検討しているところです。なお、中央防災センターがある場所は、衛生研究所建て替えの適地と考えられており、建て替えが決定された場合、中央防災センターは備蓄倉庫を他の場所に確保した上で解体いたします。以上でございます。病院局長、小田誠一君。県立がんセンターの施設整備についての2問にお答えさせていただきます。まず、がんセンターの施設整備を今後どのように進めていくのかとのご質問ですが、がんセンターは一部施設の老朽化や耐震不足に加えまして近年の外来化学療法や放射線治療などの患者の増加によりまして診察室の強化も課題となっております。これらの課題に対応するため本年度は当初予算で調査費を計上し耐震不足となっている西病棟に代わる新病棟の整備やそれに伴う既存施設の有効活用などについて調査検討を行うこととしております。今年度中にこれらの調査結果を取りまとめその後この調査結果を踏まえ二戸名地区の県有地の土地利用のあり方とも整合を図りながら施設整備計画を策定してまいります。次にがんセンターの施設整備にあたってはより診療機能を強化する方向で取り組むべきと考えるかどうかとのご質問ですが、今回実施するがんセンターの施設整備に関する調査では、
今後がんセンターが担っていくべき役割と機能についても合わせて検討を行い、そのために必要な施設整備の方向性を示すことも、その検討内容に含めることとしております。病院局といたしましては、これらの調査結果を踏まえつつ、今後ともがんセンターが県の中心的ながん診療機能を担う都道府県がん診療連携拠点病院として、県民の期待に応えられるよう施設整備に取り組んでまいります。以上でございます。佐野明君。はい。それでは2回目の質問をさせていただき、同時に要望もさせていただきます。先ほどお話がありました津波対策でございます。高潮と津波対策、寒川の水門の中で、7月の3日に地元の増田会長さんと行政の皆さんとの話し合いをさせていただきました。その時も私も同席をさせていただきました。先ほどの連絡のお話の通り、電話は通じない、そしてまた行くにも行けない。木更津から千葉市の稲荷町まで来るのに、震災の時は12時間かかったそうです。そしてまた中国から幕張本郷まで行くのに、海浜幕張まで行くのに6時間かかったそうです。まあ、そういった中で災害が起きた時には、これはやはり遠隔操作をきちっとした形でやっていかなければ、そこに住む人たちは安心をして暮らせない状況になると思います。ぜひから一日でも早くそういったものを、そういった遠隔操作をできるような形で4つの水門に対して実現に向かうよう努力をしていただくことをお願いを申し上げます。そしてまた道路問題、国道357号線、これは京葉道路は慢性の黒字です。そしてまたアクアラインは赤字、そしてまた立山道も赤字でございました。私は県議1期の時に土木員をさせていただいておりました。その時にプール制という形で料金を引き下げるという話がございました。それによってアクアライン、そういった形は下がったわけです。しかし都市部の道路の渋滞解消には何も役に立たない、そういった中で当時県の執行部にお願いをし、今の国道357号線の工事が進められております。そういった中では県執行部の皆さんに感謝を申し上げるとともに、これからも県と千葉市道路問題非常に厳しい状況でございます。当時としてはそこの場所に高速道路が計画をされておりました。しかし時代とともに高速道路は凍結だという形の中で今立体交差が行われております。これからもまた行政当局、県執行部におかれましては、市民のため県民のために一つ、早期に開通に向け実現をされることをお願いを申し上げます。県有地の再構築でございます。先ほど来お話がありました防災センター、現防災センターのところへ衛生研究所を移すということでございます。その中で今まで衛生研究所とがんセンターの合築のところががんセンターの真後ろにありました。その場所が今回の移転によりまして開くわけでございます。そこにがんセンターと隣接をしておる場所が開くわけですから、ぜひその場所に今の新病棟、今のがんセンターでは敷地の中ではもう狭くて無理なわけです。その後ろにあるこの土地をぜひ有効的に使っていただくと同時に、一体とできるような形で病院運営が図られることがいいことではないかということで、第2回目の質問は、がんセンター新病棟は衛生研究所とがんセンターの合築の予定してた用地に建設をすべきと思うがどうか羽田空港についてでございます。先ほど来お話がありました、約松ヶ丘公民館で7000回の騒音が発生をしておるということでございます。昨年10月から会合に出席するたびに、今回だいぶ今まで以上に騒音がうるさくなったと、どこに苦情を言っていいかわからない、そしてまた交差するところを見ておりますと、飛行機の約300メートルの高度がそんなにないんじゃないかというような指摘も受けることもございます。たまに飛行機も
羽田空港に近い形で近くを、もっと至近距離を通るところもあるようでございますけど、ほぼおおむねその飛行機は同じ方向に向かって進む。そしてまた空を見上げますと、だいたい4機の飛行機が空に飛んでおります。そういった中で、レーダーによって集中的に私は侵入してくるというふうに私は思っております。そういう中で、管制技術がここまで進んでおるならば、裏を返すなら、今のレーダー方向を変えることによって、その分散化が私は図れるものと思います。そこで質問いたします。千葉市の騒音軽減のために、南風好天時の着陸ルートの広域的な分散化を求めるべきと思う国に求めると思うが、どうかお伺いをいたします。2回目の質問を終わります。はい、病院局長、小田誠一君。がんセンターの建設予定地についてのご質問でございますが、患者さんの動線、あるいは、既存の病院、建物との関係などを考慮いたしますと、議員、ご提案の場所は、がんセンターに直接隣接しておりまして、最も有力な建設地になるものと考えております。総合企画部長、高橋渉君。千葉市の騒音軽減のため、南風好天時の着陸ルートの広域的な分散を国に求めるべきということでございます。これまでも県と千葉市は国に対し早期に具体的な騒音軽減策を示すよう求めているところでございます。管制技術等の進展に合わせた着陸ルートの広域的な分散などのさらなる騒音軽減策につきましても、県市町村連絡協議会において引き続き求めてまいります。以上でございます。佐野明君。まだ残り4分ございますから、要望させていただきます。現がんセンターは中川原センター長を先頭に医療関係者の努力により週刊あやら10月号で胃がん受け入れ率は全国で5番目の内容でございます。これは静岡県がんセンターが615床のところを千葉県がんセンターは341ですからかなり努力をされている。そういう中でこれからも患者の需要が多く見込める中でぜひ早急に建て替え、そういったあれについて努力をしていただければありがたい。それは県民、市民の願いでございます。よろしくお願いをいたします。先ほど、高橋総合企画部長からお話がございました。今年の7月の松ヶ丘公民館の騒音測定は約7000ということでございます。昨年並みの南風の好天時の時に、昨年は 81.4% が南風好天時でございました。今年は 62.4% です。それを今年に合わせた時にどのくらい増えるかということは約9000回でございます。そしてまた、年間、想定数、約南風好天時は 37% でいきますと、約6万5千回が、この千葉市中央区を通ることになります。将来の40.7万回の離着陸の時には、どのくらい発着、千葉市中央区を着陸体制に入るかと、いきますと、7万5千回でございます。これは、中国の市民にとっても、とてもではないけれども、耐えられない問題じゃないかなと思います。やはり、もう少し分散化をする。それは、どの地域でも、これは皆さん同じだと思います。でも、現実的に、今までは分散化された3方向から入ってきた飛行機が、交差をすることによって、直線、ほぼ全部中国のところに入ってくるということは、これは大きな私は問題でございます。問題であると思います。再来年の3月までもなく、今年の中で国、県、市、関係市町村の会合が年に2回行われると話を聞いております。ぜひ分散化に向け、今
今日もたくさんの傍聴者が来ておりますけれども、この騒音の下に住んでいる人たちがかなり今日は多くを傍聴に来ております。そういったことを考えた中で、それぞれの場所があるかと思います。中央区だけ飛ばすのではなく、やはりもっともっと本当の内であれば神奈川北上ルート、東京都のところ、そういうところをやっぱり通すような形で分散化が図れなければ、私は騒音、千葉県の騒音対策は厳しい状況だと私は思います。ぜひまたよろしくお願いを申し上げ、質問とさせていただきます。ありがとうございました。